鳥取ゆかりの作家ということで、先生をご紹介したいと思いますが、一度ならず何度か鳥取に非常勤、それから公開講座で来てもらってますが、はい、鳥取の印象はいかがですかね。まあ引き出し苦労というのをやらせていただいたんですが、はいはい、運悪くどちらも夏だったんで蒲田木が非常に暑く蒸し暑くて、その印象は強かったんですが、それにしてはこう皆さん公開講座に来てらっしゃる方も、うん、学生も火を怖がらずにこうすごく楽しめたように思います。で、できた作品もまあ作りはねしょうがない素人っぽいものなんですが、うんうん、焼き自体は非常にいいものが焼けたと思って、素直でいい子たちだったと思います。穴窯というか簡易窯でやったんですね。そうです、そうです。うん、はい、なかなかそのそういう陶芸っていうかね、専攻してる学生たちでもなかなかあれだけのことはできないと思います。それを経験できた彼らも、その公開講座に来てくださった方々も非常に良かったんじゃないかな。なんか曜変ができたとかってみんな喜んでたよね。あの曜変はすごい曜変ですよ。普通、まあ、いわゆるラッサーですよね、うん、ああいうものってなかなか出るもんじゃないので、なんか炎の経験っていうのでとてもみんな喜んだという印象あるんですけども、はい、あれはいい経験だったと思います。陶芸家としてかなりユニークな経歴をお持ちと聞いてるんですが、きっかけはどういうことで陶芸に興味持たれたんでしょうか。まあ、その自分自身焼き物やるとなん、やるとは全く思ってなくって、ブラッとこう旅行して旅先がたまたま萩やったんですね。で、萩ってにその萩焼きがあることすら知らなかった人間なんで、まあ泊まった民宿のおばちゃんがその焼き物好きで見に行った面白いよってことから見に行って。何歳ぐらいの時ですか。22ですね。22の時、大学卒業してから。じゃあそれがもうなんていうか焼き物を意識した最初っていうか、もうそれが始まりなんです。そのまま弟子入りしてしまった。あ、そこにですか。ええ。あ、そう、弟子入りってできるもんなんですか。まあ弟子っていうか、あの当時はもうほとんどみんなその安い労働力みたいな。まあなんていうかこう住み着いて、ああそう、じゃあ割合ウェルカムで迎えられて、そうですね。で萩で、しばらくいて、それでまあ萩にいる時に焼き物自体がほんまに好きになったみたい で、うん、で次志野が焼きたいなと思って、それで美濃の方へ行ったんですけど、まあ運悪く僕はやっぱり弟子入りには向いてる人間ではなかったみたいで、それからもう独立というか独学で自分でやっていこうという。奈良の教育大なんかの ね、はい、研究生、研究生という形でもね、ちょうど出会った時がそれね。まあ結局あれがあったから今があると思いますよ。すごく自由にね、その時の先生がすごく自由にやらせていただいたし、で釜なんかも灯油の釜でしたけど、炊きたい放題炊かせていただけましたから、まあそれがあったんでやっぱりいろんな勉強ができたと思います、そのしばらく経ってからここの場所を見つけて、で自分で作ったというか、釜自体もね、やったということ で、もうじゃあもう30年、もう30、30で釜持てんかったらやめたって思ってたから、だから34年ですよね。そんなになる、ね、
もう炊きて、はい、しんどくはいね。このぐらいの速さで。限界やわ。では、今日はあの大皿を引いてもらったんですが、はい、かなりのその気合を入れてやらないとできないですね、はい、何キロぐらいある粘土使ってるんですかね。あれは70キロで今日は引いたんですけど、まあ一応引き上げで1メーターと思ってましたんで、大体そのぐらいはいってると思います。あまりあの1メーター幅の皿なんていうのは見ないと思うんですが、まあ普通引けないと思いますよ。それとこれ自体はまたあの穴窯で窯変で焼くんですけど、なんていうのかな、その大皿を作るっていうこと自体はやっぱり非常にこう、気力と体力がいるんです、うん、力がないと土が動かないし、その集中力がないと、あの大皿になると一周回ってくるのに時間がかかるので、その一定の力でその土をに圧力をかけるということ自体が非常に難しくなってくるんです。かなり最初土を締めてましたね、はい、あれなんか手作りの道具を使ったという。まあそうですね、あの最初の頃は手で全部叩いてたんですけど、
手だと動かないんです、筋がそんなに。だから叩くのだけで2時間とか3時間とかかかるんで、うん、まあ結局あの5キロの節刀にキレを巻いて、うん、まあ重たい担保を作って、それでこう叩き込んでたんですけど、まあ多分圧がかかるという意味ではこっちの方がいいんではないかなと、うん、今日はあの助手の方がいらしてこう作業をされてたんですか、はい、あれはどういう意味があるんですか。もうこのロクロではロクロのモーターの力では回らないんです。この大きさ、直径がこれだけ大きくなるとちょっと力加えただけでモーター止まってしまうんで、それでその足りない力をあの彼がその補ってくれてるんです。だから彼と僕の気が合わないとこれは作れないんです。あ、なるほど。今ハニの器というような形で、うん、まあ、あの展覧会をされてますけど、以前はあの、なんていうか日々の器、うん、この辺りのその意味はどんな意味なんですかね。本来はね、僕は松本洋一展だけで行きたいんです。なるほど。でもそれだと分かってもらえないんで、はあはあはあ、だからと言ってね、陶器展も嫌だし、うん、だから、うん、ハニっていうのは、まあ、要はその焼き物を作る土のことですよね、うん、まあ、ハニワのハニでもあるし、だから土の器ですよっていう意味だけです。なるほど、なるほど。食器だというわけでもなく、そのいわゆるこの器としての、はい、いろんなものという意味ですよね、まあ、自分の好きなものを作りたい、まあ、飲み食いが好きだし、非常に花が好きなので、まあ、飲み食いの器と花の器。なるほど。で、まあ、結構や、まあ、お茶はみたいな言い方をする時もあるんですけど、僕の飲み食いの中にはお茶も含まれるんですよ。大きい意味で。大きい意味でね。うんうん、あの特に最近はその最近というんですかね、あの花の花入れと、うん、それからその、お花の先生、なんかとのジョイントやってますよね、はい、あのあたりは、うんうん、まあ僕自体がやっぱ花が好きってことと、うん、やっぱり今の花が器から離れていってる花が非常に多いんで、うん、やっぱり器に入ったいわゆる華道、生け花をこう皆さんに見ていただきたい。それと、まあ、はっきり言ってこれほど大きい花入れを作れる作家も少ないんですよね。で、入る花が入るような花入れの作れる作家が非常に少ない。かなりあの大物もね作ってですね、うん、いろいろあのまた場所もね、ギャラリーだけじゃなくて
いろんなところでやられてますよね、なんかどんなところでしたかね。京都だったら建仁寺の塔頭が割と多いですし、まあそれこそ昔やったら個人のお宅もその周辺にそういう場所がないけど、うちの自分の周りの人に見てほしいってことで、個人のお宅でもやったこともあるし、まあ今度信州でやるのはその大きな造り酒屋さんのその土間とか座敷をざーっと全部使いますから、非常に面白い。はい、穴窯という話なんですが、あの登り窯とはちょっと違うみたいですね。まあ一般的に登り窯って呼ばれるのは連棒式なんて言ったかな、小さい袋がこう連なっていく。なるほど。でも穴窯っていうのは一つのトンネルの中にその作品を詰めて、一番トンネルの下から炊いて煙突に廃棄させるっていう形、原始的な窯ですね。あの温度はどれぐらい、上げてるんですかね。まあ実測っていうのはできないんですけど、まあ私の使ってる土自体は珪石粘土って言って珪石の風化した土なんです。まあ土には 大きく分けて長石粘土と珪石粘土があって、で珪石の方がはるかに温度が高いんです。1600度を超えないと溶けないあの石が入ってるんです、土の中にね。でその石が実際に溶けてますから、1600度を超してないと溶けないものが溶けたということで、僕は1600とは言い切ってますけど、なるほど、実際実測はできないです。普通あれですよね、1200、300いけばもう上がってるっていうのは、300いけばすごいあれですよねって言われますよね。もう順番に、あれがもう広がってきて、炎が倒れてきたやろ、引っ張られてるってことやから、もうくべてる。8、10
くるよ。はい。ゴー。はい。私の釜自体は五昼夜半から六昼夜を費やすんです。ほうほう。で、その普通よくおっしゃるのはある程度温度を上げてそのままこう維持して引っ張るっておっしゃる方多いんですけど、うん、僕は最後の一瞬まで上げることを考えて炊くんです。ほうほうほう。で、上げることによってやっぱり非常に明るい色も出るし自然釉もその温度が上がれば流れが速くなるんです。だから自然釉の流れ自体も非常にこうすっきりした流れになるし発色がやっぱり全然違います。低いのと基本的にはあの素焼きを入れてもう自然釉だけでその、色まで持っていくということですね。はい。あまりそのそんだけ長いのっていうのは聞かないんですけども、まあ基本的に備前なんかは2週間炊くことは、まあ、炊いてらっしゃる方も今もいると思いますけど、はい、温度の上げ方が違う。その非常に温度備前なんかの土は非常にこうまあ風に対して反応しやすい割れやすい土なんで。ははははゆっくり温度上げて最後ちょこっと温度上げて終わるんです、うん、でまたそういう土なんです。それに合った土だと。ということはその普通粘土の温度上がるとへたったりしますけども、はい、相当その粘土の調合っていうのに工夫されてるっていうことですかね。まあ基本はうちは白貝色目っていう土なんですけど非常にこう昔は八幡製鉄所のその溶鉱炉のレンガを作ってた土なんです。だからそのまあ焼き物屋さんっていうかね陶工が手を出した土ではないんで、だから今もいい土が残っていたっていうだけで、ただもう今はないです。掘り尽くされて。ラスト。はい。
願いします。はい、行こう。全部。ね、大丈夫？はい。終わりました。終わりました。終わりました。家。はあ、まあ今の見てわかると思うけど大成功ってなんだ。おお。今回はもう寒波も強かったし、いろんなことあったけど、最高の釜になったし、まあ毎年同じこと言いますけど、うん、また来年もしてください。では、乾杯！乾杯！うまい。まあ、たまらん。たまりません。はい、で、あのお茶の先生、はい、中国茶の、ありがとう。いわゆる酒器、うん、お酒、あ、お酒が得意ですよね。酒器、うん、やっぱ自分が酒飲みやから、うん、その酒器は非常に好きです。自分でも。ああいうなんかこう どういうところ点を気をつけられてます？作るときに。やっぱ口に当たったときに、その器を感じずに酒を感じるような酒器。おお、うん。だから酒そのものがスッと流れ込むような酒器ですね。いわゆるそのぐい飲みっていうものは僕自体はあんまり好きじゃないんですよ。だからやっぱ肺ですよね。で、肺のその口当たりの良さ、僕はまあそれこそ若い頃によくその花びらで飲むような、うん、酒器が欲しいって、その頃は焼き物してなかったんですけど、うん、それがやっぱり自分の手記の発想、うん、はなんていうのかな、うん、元になってる、ね、原点みたいなもんでしょうね。あ、お清めするよ。はいはいはい、はい、そこちょっとどういうこと、はいはい。おお、まだあの、ガメラからあれが出ると抽選うわーっと出てる。へー、寄り合って寒いから、寒いから、マシクラマンジできる、寒いからちょっとこう寄ってて、寒いから
楽しかった。おしまい。行こうか。行くの？はい。あ、行くの？はい。よし。オッケー。気をつけてください。ちょっと上を持ち上げんと。ちょっと水。もうあとは外れ。よろしく。はい、あ、離れた？離れた。見てこう。無傷。やったね。すごい。うん。あ、綺麗なんだ先生。はい。おお。お皿で持ってきますか。はい。お皿で持ってきますか。花怖いので。いいですか。はい。お願いします。そこそこむちゃくちゃいいやんか、うん、それいいね本当に、今後のどういう方向なのか何かこう希望というのか。僕は焼き物やりだした時もそうなんですけど、最後も自分で決めたくないんです。なるほど。流れになっていきたい。じゃあまあ自然体で。そう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 、ね、だから今後ひょっとしたら、うん、それこそあの茶道具ばっかり作る作家になるかもわかんないです。そういう時代も来る可能性はありますよね、うん、今この間からちょっと頼まれてやってるのが、もともと日本画家の方が写経をちっちゃい、ものすごくちっちゃい写経をして、写経、うん、それをこう入れる器を頼まれたりとか、うん、なるほどなるほど。だから別に面白そうと思えばそっちへなんぼでもなびいていく、うん、だから自分ではあんまり考えてない。あーはー。やっぱりこう作りたいものを作ってる時が一番楽しいし、自分らしさが出る。うん、でまあ自分で作った灰で飲んだ時にあうまっと思うのが最高ですよやっぱり。なるほど。これで片手で。牛が飛んでるみたいじゃないですか。うん、すごい。なんかほんまに宇宙みたいやな。
チが熱い。こういうデコボコの感じで全体できればな。